アパレルのさ、梁石川っていう人がさ、あの株式会社セーノっていう、あれなんかバンキッシュってブランドが結構若者の間で人気でさ、あ、なんか会社の社訓みたいなやつに言ったんだっけ。そうそうそう、それでさ、バンキッシュってダサいブランドとして人気してる。いや、俺もダサいと思ってる。割とこう世界アジア圏で人気でさ。そうなんだ。日本でも最近が交尾してるやつがなんか若者の間で人気で、ハッシュタグ FR2 はウサギのカメラマンという設定のファッキングラビッツ、2014年に創立設したブランド、カメラマンが着る服というコンセプトでアパレルやアクセサリーを発表している。主なアイテムはプリント T シャツやパーカーなど、海外で売られているタバコの警告表示、スモーキングキルズ。スモーキングキルズ結構見たことあるんじゃない。そんなね、でここの社長がツイートしたのが、1、挨拶の徹底、仕事の良し悪しよりもこれが一番重要だと考えます。会社の人間も増えてきて、すべてのスタッフと話す機会が少なくなります。くだらないことでもいい、極力みんなと話すように心がけること。今後さらに会社を強くするために、仕事よりも挨拶ができない社員の評価を一番低く設定しました。でさ、こいつがメンヘラっていうか、挨拶がないとわからない人なんだよね。だからそれさ、お前の感受性の問題じゃんっていう。なんかさ、挨拶はそんな目も合わせてしないけど、でもあいつなんか気遣ってあの社員のフォローしてたよなってとか見れないわけじゃん、こいつは。そうだよね、そうだよね。これ見てもらっていいですかって書類持ってきて、でその社長が、いや、お前そんなことより今日挨拶したかって言われて、そのこいつそういう世界線に生きて、とにもかくにもお前が今から何を言おうか、もう挨拶だからみたいな感じになってるもんね。そう、そのことよりも挨拶だろうみたいな。そうだね。なんか嫌だよね。嫌な会社になるよね。軍人みたいにしか採用してないでしょ。そうだ、ありがとうございます。そいつが一番評価高いんだろ。王将の社員研修みたいな、店長自分はーみたいな。それやりたいんだね。このなんかアパレルとかでこいつ自体はなんかね、おしゃれな自分、ラギットな男的な俺みたいな、こう高級アイテムとか見せつけたりとかして、なんか男気とかもちょいちょい投稿すんのよ。あ、そうなの。じゃあ逆に聞きたいんだよ、お前あの王将のさ、見たことある YouTube な、あれだよお前のやってんのっていう。そしたらさ、いや俺はあれじゃないって言いそうなのよ。あんなみっともねえことは俺はしねえとか言いそうなんだけど、でも一緒だよね。そう、だからさ、どんなバカでもおはようございます、ありがとうございますみたいなやつとか一番で、なんかそういうのできないけど仕事を淡々とめっちゃ進めるやつを一番低くするんでしょ、挨拶できないから、うんうん、いいよお前、いやどうぞそういうマネジメントでどうぞ仕事してくださいって思うけど、うん、まあ、誰も行かないけどねって思う。俺もってこいつさ、部下とか見限りすぎじゃない、なんかいいから才能とかいいからみたいな。そう俺の駒だからと思いすぎだよね。才能とかいいから俺に分かりやすくコミュニケーション取ってくれますっていう、なんか気使わせてるだけじゃん。下に見すぎだよね。なんかいいまずいい、お前らが何かいいこと言うなんて思ってねえからっていう、うん、そう。てかなんか多分こいつかつてそういう自分が信頼してこいつできるな、挨拶とかねえけどこいつできるなみたいなやつ認めてたら、そいつに普通に独立されてなんかライバルになられて悔しいんじゃねえかなっていう。だから下を作り出す構造にしていこうとしてる。有能な寛容性を持って有能な部下を作り上げたら、ライバルになったことによって老害が発動して、うーん、ちくしょうみたいな。これそんな気がするんだよね。うん、今後さらに会社を強くするために、仕事よりも挨拶ができない社員の評価を一番低く設定しました。この時代にこの宣言するんだもんね。でも会社を強くするためにってのは結構イコールなのかもね。ああ、どういう意味で強くなるんだろう。なんかスターウォーズのダース・ベイダーとか帝国軍だ、そんな感じじゃない。この統率心を持って力で押さえつける。会社の利益を上げるためにとは言ってないもんね。会社を強くするためにっていう。そう